シンクロメッセージ。シンクロメッセージは皆様向けのキーワードです。心の天気予報、月の満ち欠けのリズムのように心は変化していくもの。知っておけば対処もできる。慌てず騒がずに楽しむのが一番。すぐにピンとくる方、数日してから気づく方、忘れた頃だって OK です。本当に心が求めた時にシンクロは起こる。誰もが平等にメッセージを受け取ることができます。どれだけ心を敏感にしてキャッチするか、ただそれだけです。さあ、火のグループ、はい、情熱の星座、お羊座、獅子座、伊手座、はい、いますか？伊手座です。あ、ルーディー伊手座ね、はい、今週ね、楽しいこと、チャンス、無心に、だからあんまりいろんなこと考えないで、はい、楽しんで、うん、チャンスがいっぱい来るんじゃない？なんか敏感にしてアンテナ立てて、はい、キャッチしたらよろしいんじゃないでしょうか。キャッチしましょう。そうか、火の星座一人なんだ、はい、じゃあ地のグループ、安定の星座、お牛座、乙女座、ヤギ座、いますか？はい、あ、お乙女座、ね、情報、信じる気持ち、そしていらないものを捨てて、キーワードね、うん、だから情報が来るから、それをこれはそうじゃないんじゃないかなじゃなくて、うん、もうキャッチしていく。あ、なるほど、はいはい、でそれキャッチするためにはね、うん、いらないものを捨てていかないとそこに入らないから、うんうん、そっかそっか、お掃除したり、はい、お掃除ってお部屋の掃除もそうだし、心の掃除もそうだし、うん、いろいろいらない気持ちを捨てるのもいいかもしれない、うん、はい、はい、風のグループ、伝達の星座、双子座、天秤座、水亀座、いますか？やったやった。私もじゃあね、また一緒だ。同じ星だ。そうなんだ。やっぱり、やっぱりね、天秤。感情を見直す。せき止めている感情をね、話す。なんかね、うん、どっかでそう言われたら何かきっとね、ピンとくるもの、私はあったんだけど、うん、まあ、人に対してだったり、物事に対して我慢してる気持ちだったりとか、はい、そういうのがあったら、うんうん、それを自分で、例えば許してない人がいるんだったら許すとか、言えないことがあるなら言うとか、うん、っていうことをしないとなんか止まっちゃってるんだって、うんうんうん、でそれをすると願いが叶う。あ、私もね2つあるんだ。すごいある、それは。やろうね、今週だから ね、うん、そうね、やろうね。はい、そして水のグループ、感情の星座、蟹座、さそり座、魚座、はい、ユーモア、リラックス、癒しキーワードだから、うん、なんかやっぱり頑張りすぎてるところがありそうなので、うん、まあ温泉行くなりね、ぼーっとしてるなり、あと楽しむことだね、ユーモアだから、うん、考え方だからね、はいはい、クッと考えればクッてこう物事だし、うん、わーってふわーっとすれば楽しいことになるし、うん、そういうのが大事みたいですね。なるほど。はい、シンクロメッセージは心の軌道修正、はい、お役に立てたら嬉しい、クリスタルパワーです。さあ、そろそろお別れの時間です。お楽しみいただけましたでしょうか？はい、今のどうでした？シンクロメッセージ当たってる感じ。いや、すごいためになりますね、うん、毎週言うのでね。そう、いや、先週のやつね、僕やったらね、本当にね、あれ本当にね、そういうことだった。あ、すごい、うん、やった、うん、あ、なんかそうだなと思って、あのね、あ、忘れ、来週必ず持ってくる。あのね、おみくじをね、はい、作ってて、はいはい、でね、いっぱいみんなそれぞれね、誰かだけじゃなくて、みんなあのメッセージだったりね、あのキーワードいっぱいもらってるんだけど、気づいてないだけなのね。だからそれの練習でおみくじって言ってね、引いてもらうと意外とね、はい、あっ、って、うん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 、でその時タイミングがあって思うこともあるんだけど、うん、本当にさっき言ったみたいに、はい、後からあ、なんか言われてたかもみたいなことがあるの、うん、それを練習していくと、ね、日頃でもいっぱいあるので、うん、ぜひぜひ活用していただきたいと思います。はい、さあ、デリシャスなラジオ、月9はクリスタルですね。次の番組は、はい、クリスタルシャワー、コンシェルジュの夜会、はい、ルーディーとミッチーのトークバトル、はい、さあどうなるのかな、楽しみです、うん、ちょっと心配さあ、デリシャスなラジオいきますよ。合言葉は、
お互い様にありがとう。週の初めにクリスタルパワー、素敵な1週間でありますように。また来週お会いできるのを楽しみにしています。おやすみなさい。ピッタリ。イエス。